テクテク歩いて行こう。よかった、美味しそうなのがまだ残ってた。私はマロンドールにしました。はい、タンクポップのお昼ご飯、はい、お昼ご飯の時間、それ違うよ、 YouTube。 いつはなんかね、あ、じゃあお母様、あ、これを紹介するとどんな感じになりますか、うんうん、これはコシアのグルメバラエティ、グルメバラエティ、コシガヤグルメバラエティ。お母様ミュージシャンなんですけど、まあ今日はこれ入れる、うん、じゃあコシガヤ、はい、グルメ、皆様、ただいまこれ3人なんですが、はい、この量3人分じゃないですね、これ何人分でしょう。朝からいろいろ回ってきたんですけど、そうね、これからまずはお昼ご飯としていただきますけども、ね、お母さん選んだの北越餃子さんのね、うん、お母さん弁当、お母さん弁当、はい、お母さん弁当だっけ、なんだっけ、なんか腰がやったすけね、すごいよね、うん、なんかお母さん弁当、ね、うん、じゃあいろいろ食べましょう、そうね、ね、はい、はい、ではいただきます、いただきます、はい、越谷たすけ弁当をご紹介させていただきます。まずがこちら北越餃子さんの、こちらはですね、お母ちゃんのほっこり弁当という、ほっこりしますね、このお肉とか、いいですね、ひじきとかさ、うん、このちくわのこのきゅうりが入ってるのも最高だよね、はいはい、うん、いろいろとでもほっこりですよね、北越餃子さんのお弁当と、はい、そしてラ・クッチーニさん、創作イタリアンということで、はい、これリピートですよ、私たち。リピートです ね。ミラノ風カツレツ、美味しいの、これ、本当にね、なんて言うんだろう。ミラノ風のおしゃれな味なんですよ。うん、ね、説明できて。ミラノ行ったことないけど、ね。行ったことないんだけど、これなんて表現したらいいんだろう。絶対だからお店にも行きたいと思いますので。そうですね。うん、ね、ここにちょこっとついてるお野菜とかもすごいね、うん、美味しい。美味しい。で、ちょっとね、お手紙がついてたので、はい、あ、これは取りに行かせていただいたポラムの家さんだ。はい。ね。ワッコ様ということでね、うん、またワッコさんの歌が聴ける日を楽しみにしていますっていうメッセージ付き、はい、ありがとうございます。これ私がネギやってるってことも、うん、把握してくださってのこのイラストですよね。ネギとマイクのやつですね。ねえ、すごい上手。そして、はい、あ、これラ・グッチーニさんだね、はい、ご利用誠にありがとうございます、はい、少しでもお食事のサポートになれたら嬉しいです。少しどこじゃないですね、少しどこじゃない、嬉しいです。今度お店行きますからね。はい、ガモーに来てくださってありがとうね。シリーズこちらね、まずはこちらのローストビーフ弁当、ローストビーフ丼価格、うん、危なかったね、限定20食だっけ、そうですね、本当に危ないところで買えました、うん、はい、ね、本当に美味しそうなローストビーフがたっぷり乗っかってます、楽しみ。それから、あ、これがだから欧風酒場ジップさんのローストビーフ丼ですね、うん、お店にも行きたいね、かっくん、そうです ね、はい、そしてこちらが店主の白パン、美味しそうでしょ、美味しそうでしょってね、あとこれから食べるんだけど、うん、はい、これは小麦工房羊さんだ、はい、
羊さんらしいというか、これね、うん、また良質なものなんでしょう。ね、いただきましょう。はい、店主の白パン、店主のまっこちゃん。えい、そして、そしてそしてこちら北越餃子さん、私たち北越餃子さん好きすぎてない？そうだね。お母さんもこの間ほらスープ、私、うん、4個でいただいて、うん、何が4個なんだ、うん、まあいいや、ここ4個、あ、これ4個ずつこう、うん、その前にね、うん、若子がね、ここ食べてっちゃった、うん、あ、若子が食べてっちゃったね、うん、ちょっとね、味見とか言ってね、うん、自分でちょちょっと言うとって、ね、食べたい、食べたよね。ね、これはネギ餃子の方じゃなくて普通のスタンダードな北越餃子、うん、ね、美味しい、お母さんもファンだもんね、はい、はい、で、あとは分けありケーキ販売ということで、そのケーキも、うん、はい、かっくん危なかったね、完売間近、そうだね、マロンロールっていうのを買ってきました、はい、それはちょっと食後にしたいと思います。そうですね、はい、はい、これ見て、若ちゃん見てだよね、うん、大変だったね、これだけ作るの。ちょっと開けようか、うん、何種類入ってんのこれ、ほれすごいね、お母さん、ね、これだけ作るの結構私大変なんだけど、私これ選んでよかったな、うん、女の人ってさ、ちょこちょここういうの好きなんだよね、うん、あ、ほんと、あ、ほんとだってそうだよね、切り干しにひじきに卵焼きにお肉にナスの炒め、すごい ね、ちょっとじゃあ私、うん、お母さんのそれ取ったら悪いから、うん、じゃあちょっといいよ。私ちょっとこうね、あ、よく料理番組でこういうショットあるよね。あ、それもあるの？そう、こっちもあるの。うん。北越餃子さんなんだけど、こういう餃子じゃないので来たっていうね。手間かかってるよ。ありがとうございます。美味しいです。ゆっくりいただこう。じゃあかっくん、はい、グッチーニさんのさ、グッチーニさんの、うん、ミラノ風カツレツ、うん、え、ちょっとそんなになったの、お母さんが興味を持ち上げた、ね、じゃあ、あの、先に先にかっくん、これ美味しい、ね、うん、そうじゃん、一本、一本お母さんさ、一口じゃ半分、かっくんこっちに食べるのいっぱいあるのね、ちっちゃい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 、全部同じカットだから大丈夫、はい、うわーすごい、ね、うん、じゃあここに行くね、うわーすごいね、うん、ね、うん、ね、幸せですね、うん、昼間からこれだけないよね普通、うん、ね、うわすごい、はい、こちらジップさんのローストビーフ丼、どーん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 いただきますよ、うわ絶対絶対美味しいやつじゃん、ローストビーフだよ、ローストビーフだよ、あ、カックの眉間に美味しいシワが寄りました、本当だね、頭も結構輝いてますね、うんうん、ちょっとそれ美味しい、美味しい顔出ました、カック美味しい、美味しい美味しいしか言えませんけど、美味しいしか言えませんけど美味しいです、通常豚肉しか出ないからね、うん、そんなことない、これはローストビーフいただきまーす、ちょっと美味しそう、うん、なんだこれ、ローストビーフだ、ローストビーフなんですけど、なんかこうちょろちょろ乗ってる、うん、ちょろちょろなんかかかってる、これはなんだ、美味しい、このソースもまたね、ね、ソースもまたね、これをさ、説明できないタンクポップね、何が乗ってんだ、何か美味しいものが乗っている今ローストビーフの部分だけをいただきましたが、うん、ローストビーフ丼、丼、メガネかけてみて、これはちょっと少し私ここで、うん、みんなの食べるとこ見よう、お母さん美味しい、うん、とんかつじゃない、とんかつではないけど、ミラノ風だよね、ケチャップかなんかトマトの、うん、上品なお味、とんかつ、母が喜んでますありがとう、ありがとう、でもさ、これだけ喜んで食べる人っていないんじゃない、うん、みんな、ね、お喜ぶよね、おなじみカフェ803さんの
こちらが、かっくん。はい。もしかしてこれ、ニコリンが。ねえ。ずっとこれ。ニコリン大絶賛の。大絶賛で。お好み焼きパン。ねえ、進めてくれてたお好み焼きパン。はい、これ、ほんと美味しそうだよね。うん。いただき。お好み焼きかと思ったね。お好み焼きかと思ったらパン。パン。なんだけど、今日のお好み焼きというね。うん、はい。ちょっといただいてみたいと思います。そして、題名忘れちゃったけど、美味しそうなパンです。美味しそうなパンたち？美味しそうなパンたち。なんか、こっちが、豆が。豆と、オニオン、うん、なんとか。怒られるか。ちゃんと、ね。いただいたことある、お母さん。ライブ行った時に。あ、ライブね、お母さんも来てくれて、ね、ありがとうね。またやりたいですね。奥さんがどうぞってくれた時もあったし。奥さんも今日いたよ。うん、優しくね、ほがらかにしてくれて、うん、はい、はい、でこちらはね、こちらやテイクアウトマップのクーポンも使えたので、うん、本当にお得にいただいけてる上に、ね、なんかほら今カフェスペースが使えない時期で、はい、なんかご迷惑おかけしてるからって言って、なんかドリンク券までいただいた。あ、そういただきましたね。もうさ、うん、ご不便おかけしてないからみたいな本当にね、楽しませていただいてるよね、越谷のグルメを、はい、ね、いろんなお店でね、8033、うん、のパンたちです。はい、遠慮してるとなくなるね、いいのがね。お、お好み焼きパン、お好み焼きパン、ニコリンが、うん、ニコリン会いたいよ。ニコリン会いたい ね、 ね会えるよ。ニコリン全然会ってない。ニコリンは元気だよ。俺、ジュンさんの時も来なかったんだよね、最後。そうだっけ？映ってない。だから、ニコリン、この間の YouTube 面白かったよ。なんか面白いこと、なんかね、一番最初に出てきて、なんかね、面白い顔してた。あ、ごめん。画像のね。かわいい顔してたよ。じゃあこれ、お好み焼きパンね。うん。これちょっと、分けちゃったから、うん、ここにあるあれなんだけど、はい、卵が入ってて、うん、卵のこのちょっとこう黄身がね出てきて、うん、あ、うん、味はどうです？お好み焼きにして、うん、これ手間かかってるよ。あ、美味しい。お好み焼きなんだけどやっぱりパンで、うん、で野菜も乗ってるし、うん、こう半熟の感じの卵が入ってて、うん、しっとりと、うん、まれて初めて、うん、うん、初物食べると長生きするんだよ。はい、これが小麦工房羊さんの天使の白パンね。これ本当に、あ、いい香り。ちょっとこのままいただいてみようかな。なんかもう、そのまんまの素材だけの、この、うん。うん、おいしい。うん。うん。あ、なんかどうしよう、私これ、何も、これ、ブルーベリージャムをつけようと思って、実はジャム用意してたんですけど、あ、でも、これ、ちょっと、このままよく噛んで、この素材のまんまいただきたいわ。美味しいです。これ、茶飲みすずさんの、わけやりケーキ、どんなわけがあるのかっていうね。わけなどないっていう印象にしか感じられませんけれども、かっくん、これはね、はい、うん、マロンロール。うん。マロンロール。マロンロールですよ。マロンロールよ、お母さん。これを、じゃあ、乳糖。乳糖。これ、どっちからどう切ってったらいいかな。ここまでね。割と切りづらいよね、ロール。こうして、で、端っこだから、こう、断面が、ちょっと手づかみで失礼しますよ。こういう状態ですよ。こういう状態で、ごめんなさいね、お行儀が悪くて。あ。おいしいぞ、出来上がり、ポンポン。
カレー、やけどすんなよ。